こんにちは、ジャズギタリストの宇田です。今日は耳コピとか教則本で覚えたフレーズを別のキーで、別のコードの上で弾くときの注意点の話をしようと思います。フレーズの胃腸ですね。胃腸の仕方の話です。で、例えば B フラットメジャーのキーで、これ C マイナー F7 B フラット251ですね。よく251のフレーズ集とか売ってると思うんですけど、で、F7、このドミナントのとこで F のオルタードフレーズを覚えたとします。ちょっと今は例えとしてこのフレーズにしますね。このフレーズを覚えたときに、じゃあこの F のオルタードフレーズ、これ D で、D で弾いてって言ったときに、結構こういう人がいるんですけど、そのアルファベットを手で数え出して、C、D、E、F、D、E、F だから、これは3フレット隣か、3フレットずらせばいいのかっていうふうに考えて、ここかな、ここかな、ここかな、こうやってずらす人がいるんですけど、この覚え方は良くないです。で、どうやって覚えればいいかというと、やっぱりコードとの関係性を理解して弾きたいので、これ F の上で弾いてますよね。なので F のルートをちゃんと見つけて、 F から見たこのフレーズの開始音が何度になってるかを把握しないといけないです。で、今回これはシャープ9からスタートしてますね。F のシャープ9からスタートしたフレーズ。こうやって考えると、じゃあ D で弾いてって言われたら、まず D のルートを見つけて、で、シャープ9。この関係でこっからスタート。こうやって覚えると、何でもいけますよね、ルートが見つかれば。C7 で弾いてって言われたら、C から見たシャープ9。E7。はい、こうやってコードから見た開始音が何度かを考えて弾きます。で、もっと言うと、このフレーズの開始音がトップに来てるコードを一旦弾くといいです。今回は F7 の上で、このシャープ9スタートなので、こういう F7 のシャープ9っていうコードが押さえれるんですけど、これはよく地味変コードって呼ばれますね。はい、これを1拍目に弾いて、こうやって弾くとフレーズとコードの関係がよくわかるので、おすすめです。 D7 って言われたら、 D の D7 シャープ9を1回弾いてから、この小指からフレーズがスタートして、こうですね。こうやって覚えると、その1フレットずれて間違えて弾いちゃうとか、そういう間違いが減るので、やっぱりコードと照らし合わせてフレーズを覚えるといいです。最終的な目標としては、フレーズの開始音だけじゃなくて、このフレーズすべての音、これをルートの F から見た何度かを、度数を分析して理解することが理想です。これシャープ9、フラット9、ルートマイナー7、フラット13、メジャー3、シャープ9、フラット9、ルート。これは解決先の B フラットの5度に解決してます。こうやって全ての度数を理解できると、この胃腸ではなくて、同じ F7 でもいろんなポジションに変化させて弾くことができます。はい、これはまた別の話になっちゃうんですけど、初めは開始音だけでもいいので、フレーズの開始音だけでもいいので、ルートから見た何度からスタートしてるかを考えて弾いて、で、胃腸させるときはその同じポジションで胃腸させるといいです。はい、今日は同じフレーズを違うコードの上で弾くときに、このフレット数をこうやって数えて移動させるのではなくて、コードのルートから見た開始音の位置関係を考えて